はい、どうもこんにちは。今日はね、サラミをドン・キホーテで買ったんですよ。これ半額で540円で、本当はね、1080円するんですけど、まあまあするじゃん。で、これ結構まあ知ってると思うけど、すごい脂っこいわけ。ごめんね、俺ちょっと今すごいヒゲもすごいし髪もすごいことになってるけど、ちょっとこれをどうしてもね、この油分が気になるんで、茹でてみようと思うんですよ。で、今、まあ、お湯沸かしてうるさいかもしれないけど、これをちょっと何分か茹でてみて、まあ味がどうなるかっていうのをね、ちょっと試したいなーなんて思ってるわけで、これも一つ食べたけど、なんか一撃でニキビできそうな感じの、ちょっとこいつ調べたら、まあ、茹でたらまあまあそこそこ油はなくなるけど美味しさは残るみたいな、一応肉なんでそこの辺はちょっと食べれるかなと思ってます。やってみたいと思います。まあね、結構なんかジャーキー感覚っていうか、そんな感じで買ってみたらはいいけど、まあこの油分取ったらさすがに太るぜ。早速お湯が沸いたのでちょっと入れてみたいと思います。まずはこいつの火をつけて、そしてお湯を注ぎます。テルレテテテテテルレテテテテテルレテテテテテ、あーもう早速表面の油が溶けてるね。もうすげー浮いてるの分かる、これ油早速これもうお湯で溶けてるね。うわー、やっぱりすごい、もうすでに浮いてるもん、お湯が、お湯じゃねえ、油が。もうお酒とかさ、結構当てにされる方とかもいると思うんですけど、これ夜食うのはヘビーだぜ、ヘビーだぜ。ちょっと10分ぐらい茹でてみようと思います。はい、というわけでね、まあ8分ぐらい経ったんですけど、ちょっと見てみます。あたりはもうサラミの匂いでプンプンよ、こんな感じ。もうなんかね、見た目がね、結構なんていうの、おーい、ピント合ってないよーい。結構ね、見た目がね、サラミっぽくなくなってきた。止めてみましょう。今からこいつを中身だけ出してザルに開けて、この油をね、明日の朝どうなってるかを見せたいと思います。はい、というわけで今全部開けてみました。こんな感じです。せっかくなんで1個食べてみましょうね。まあ匂いっていうか普通にサラミ、あっつ、うん、熱いけど、まだね、こうやってね、中に油があるんですね。だけど茹でた後の方が美味しいかも。いや、若干まだ油っぽいな。とりあえずこれでね、一晩置いてみます。置いて一晩寝かせてみたいと思います。というわけで今日はおやすみ、フィー、バイバーイ。はい、おはようございます。というわけでね、翌日になってみました。1日空けたカルパスの茹で汁はどうなってるか見てみましょう。3、2、1、だら、うわー、やっべー、真っ白、うひょー、これ全部油、これ厚さにして、まあ1ミリ、2ミリぐらいありますかね。全部だよこれ。で、昨日のか茹でたカルパスがこれ。今日の目標はこれ。朝からもう一度茹でてみる。はい。でね、またね、ちょっとこうして茹でてみようと思います。10分か20分ぐらいかな、やってみたいですね、今度は。それで、今回はこの何カルパス、こいつはね 355g 入ってる大容量なんですけども、 100g につきね、これカロリーが 448kcal あるんですよ。約1300以上か、全部食べたらすごいカロリーなんですよ。でこれ脂質が 36g あるんですけど、脂質が高い食べ物って結構あるじゃないですか。例えばまあ普通に牛肉とか豚肉とか
まあ、油の多いポテトとか、まあ、そういったものの中で 35g、まあ、36g ですかねっていうのは何の位置に属するかというと、食べ物でいうとレバーペーストに属します。でレバーペーストかもしくは豚バラ肉で、その上が、まあ、大体ホイップクリームとかあの辺の脂質がすごい多いということでした。なのでね、これまあいかにこのカルパスの油が多いかということです。で食塩も結構入ってます。でちなみにそうだ、これ 100g で35だから、まあ、結構ですねあります。 3.5 倍すればで食塩も結構相当しょっぱいので、それもね食べづらい原因ではあったんで、これちょっとまあこれ今回2回目の茹でなんですけど、どうなるか試してみたいと思います。それでは10分後お会いしましょう。ほいほい、というわけでね、今帰ってきました。さて、2回茹でた茹で汁が一体どうなってるか、まあ、1回目のね油の量を覚えてると思うんですけど、2回目一体どうなってるかをねちょっと見てみたいと思います。開けてみましょう。いきます。やらあ、やっぱり1回目よりだいぶ減ってますね油。あ、こんなもんなんだ。まあ、まだでもまあこのね 355g 茹でて2回で今これですから、どれだけ1回目の油がすごかったってことですよね。でまだねやっぱりその残ってる油が中にあるので、もう1回茹でたらちょっとどうなるかなっていうのを見てみたいんでね、もう1回茹でてみたいと思います。はい、というわけでですね、3回目のチャレンジですね。今入れてみましたけど、やっぱりねこのお湯で結構最初のお湯でね浮くんですよ油が。3回目ともなるとね、そうでもないかなって感じがしますね。ほい、というわけでね、お風呂にちょっと入ってきたんですけども、ちょっとどうなってるか見てみましょう。開けてみます。どうなってるかな。はい、まだやっぱ色出るな。これ止めます。止めました。多少浮いてる感はあるけど、やっぱ1回目に比べたら全然ですね。でこれをまたザルに開けて、この油をまた明日の朝ね見てみたいと思います。どうなるかな、楽しみだな。はい、今ねこれが3回目の茹で汁です。でこれが今ザルから開けたやつで、まだ湯気が立ってるんですけど、多分ねもうこれ以上は無理だと思うんですよね。まあ全部で3回10分ずつぐらい茹でたことになるんですけど、おはよう。ですね、昨日から始めて今日3回茹でて、3回茹でた後の汁を見てみたいと思います。どうなってるかな。さすがにそんなにもうないでしょうね。あー、まだある、まだこれだけ出る。なんか昨日とそんなに変わらない感じがするな。これだけ出る、しかも量も結構多かったのに。あー、そうなんだね、わかりました。いやね、中にあの中身含有量とかって結構記載されてるじゃないですか、後ろに。だからねこいつはね、馬肉とか牛肉、豚肉、こういったものね全部混ぜ合わせて作られてるらしいんですよ、の独特の香りなんですよ。でその次に入ってるのが豚脂肪なんですね。豚の脂肪が次に多い、でその次糖類とかなんですけど、まあやっぱりね体に良くはないですよね。まあ、茹でては見たけども、まあ、そんなにこうおすすめの食材ではないのかなというふうに思います。ただ美味しいけどね、しょっぱいのもあるからやっぱお酒にも合うし、ビールとか、まあ、ピザとかもちろんそっちの方がねカロリー高いでしょうしね。肉だけとして考えた時にはまあ普通にあの和牛のサーロインステーキとかの方がよっぽど脂肪は多いと思います。いやちょっとね、で今回はねこれをね捨てるんではなくてね、ラーメンをこれで作ってみたらどうかなというふうに思ってます。ちょっと動画として長くなっちゃうんで、次の動画でやりたいと思いますので、またお会いしましょう。バイバーイ。